写真拡大。台湾台南市で行われている第5回 WBSCU12 ワールドカップで侍ジャパン U12 代表はオープニングラウンド5戦全勝の首位と圧倒的な強さを見せ、1日からのスーパーラウンドに進出した。オープニングラウンド最大の山場だったのは7月28日に行われた第3戦のジャニーズ台北戦。3大会連続準優勝の強豪相手に7対4で勝利した。勝利の立役者となったのは4番の高橋のぼる星北上ゴブリンズ。 1-0 の初回石一塁で右中間にツーランを放つと、4-1の3回には無視一塁から再び右中間にツーラン、ダメ押しの6点目を奪い試合を決めた。激戦から一夜明けた29日に嬉しかったでしょうねと話したのは高橋の父清美さん。黒沢樹里工業岩手で花園に出場し、社会人ラグビーの強豪東芝でもプレーした元ラガーマンだ。父がラグビー選手、息子が野球選手といえば日本ハムの清宮幸太郎内野手が思い浮かぶが、まだそこまで及ばないので、と意識はしていない。自分の人生なので、自分で切り開いてほしいとラグビーはやらせなかったという父。息子は最初、友達の誘いで野球を始めたという。少ない人数のチームでした。2年生の夏くらいから野球を始めて、4年生の秋までは軟式野球をやって、そこからリトルリーグに入りました。エリート街道を歩んできたわけではないが、今年に入ってパワーがついた。2打席連続は初めてですねと成長に驚きの様子だった。プロを目指す高橋を自分の好きなことをやってほしいなと思うと応援し、自宅ではパイプを組み立ててネットを張った自家製練習場で T 打撃を行っている。花巻東高から世界に羽ばたいたエンゼルス大谷翔平投手やマリナーズ菊池オス星投手を輩出した岩手県出身。しかもメジャーリーガー2人が高校時代を過ごした花巻市出身の高橋だが、実は西武ファン。憧れは秋山翔吾外野手で、ずっとこだわってますねというほどの大ファンだ。ヒットを量産するスタイルに憧れ、秋山が2015年に記録したシーズン最多安打記録216本を超えることを夢に描いている。秋山とはちょっと違うけどパワーはあると思いますと信頼を置く。高橋はオープニングラウンド終了時点で9打数6安打打率667、日本塁打、8打点の好成績。その身体能力の高さには、フッカー、ナンバー8とラグビーの花形ポジションで活躍した父の遺伝子が確実に受け継がれている。まで応援に駆けつけ、息子のスネーム入りのレプリカを着て応援する両親に、U12 初の世界1位を届けられるか注目だ。工藤敬大、敬拓の。